到着か。私3月20日に、ダッシュする予定の IWGP ジュニアタッグの防衛戦を私たちの海援隊道場の9周年後楽園大会の方でやらせていただけないかなという、ご相談で今日は、お邪魔したのですけれども、まあ、新日本プレスさんのご都合もあると思いますので、その辺ちょっと、聞いてきたらなと思いまして、はい、4月の17日です、はい、3月20日、はい、勝ってから言われた方がいいんです。そうですね。じゃあ3月20日の勝者対海援隊道場選抜チームで NWGP ジュニアタッグ防衛戦という形でした。タイトルマッチとかですか。そうですね。で対戦相手はですね、あの海援隊道場の方でよりすぐりのタッグチームをこれから決定戦なりなんなりをさせていただこうかなと思ってるんですけども、17ですか。はい、IWGP のタッグのタイトル、そうですね、よろしいでしょうか、はい、じゃあちょっと何遍も言いますけど、はい、3月20日尼崎の勝者が、はい、勝者ということで、はい、はい、そうですね、17のホールで防衛戦を行うということですね、はいはいはい、よろしいでしょうか。わかりました、ありがとうございます、はい、OK です。千葉でこの海援隊道場に育った大島のことで朝日翔が IWGP ジュニアタッグのベルトの歴史に名を残す日がやってまいりました。今日はね、まだ本当にただのスタートラインだと思ってますが、やっと挑戦にこじつけられたり、ここで喜んでるわけじゃないですね。そうだな、向こうはやっぱりこう世界を見てきたチームかもしれないけど、いろんな世界中のレスラーと戦ってるかもしれないけど、俺たちなんかそれに比べりゃ本当に締めで言えば雲泥の差でしょ、うんうん、でもね、いいよ、相撲は無名のままの俺たちとして戦いたいね、うん、俺たちね、あなた方が戦ってきたどのレッセルのオリジナルだと思ってるか、このオリジナルが俺たちの武器だと思ってるか、全然浮かまして情報何も知らないでしょ、そして当日びっくりする相手だと、場所は海援隊道場、俺たちのホームリングで、この海援隊道場の最高のタッグチームチャンピオンとして名を馳せた大島のこと、朝日翔がやってやるので、やってやりましょう、やってやりましょう、やってやりましょう、やってやろうと期待してください。それじゃあごきげんよう。海援隊道場に育った大島のことで朝日翔がIWGP ジュニアタッグのベルトの歴史に名を残す日がやってまいりました。今日はね、まだ本当にただのスタートラインだと思ってますが、やっと挑戦にこじつけられたり、ここで喜んでるわけじゃないですね、そうだな、向こうはやっぱりこう世界を見てきたチームかもしれないけど、いろんな世界中のレスラーと戦ってるかもしれないけど、俺たちなんかそれに比べりゃ本当に到着か。お疲れ様でございます。ですね、私3月20日に、ダッシュする予定の IWGP ジュニアタッグの防衛戦を私たちの海援隊道場の9周年後楽園大会の方でやるという形でした。タイトルマッチとかですか。そうですね。で対戦相手はですね、あの海援隊道場の方で、よりすぐりのタッグチームをこれから決定戦なりなんなりをさせていただこうかなと思ってるんですけども、はい、17ですか。はい、 IWGP のタッグのタイトル、そうですね、よろしいでしょうか、はい、じゃあちょっと何遍も言いますけど、はい、3月20日尼崎の勝者が、はい、勝者っていうことで、はい、はい、そうですね、17のホールで
防衛戦を行うというですね、はい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 、よろしいでしょうか。わかりました、ありがとうございます、はい、OK です。千葉でこのやらせていただけないかなというご相談で今日はお邪魔したのですけれども、まあ、あの新日本プレスさんのご都合もあると思いますので、その辺ちょっと、聞いてきたらなと思いまして、はい、4月の17日です、はい、3月20日、はい、勝ってから言われた方がいいんです。そうですね、じゃあ3月20日の勝者対カレンダー道場選抜チームで NMGP ジュニアタッグ防衛戦。